朝4時にね、この日光駅を立って、それから群馬県の県境のところまで越えて、丸沼高原まで行って戻ってくる。いや、いい4時間のドライブでしたよね。そのうち半分はぐっすり眠っていったし、ここまでのスペーシアでもかなりしっかりとした睡眠をとりましたんで、まあ今日は5時間ぐらいは寝たのかな。まあ5時間寝りゃある程度はなんとかなるもんですよね。一応これで上野、浅草、それからまあ日光は観光したと言えるかわかんないけど、まあ湯路葉坂とか行きましたし、それからまああとは群馬県のあの片品の方面にも行ったし、いや、いろいろとたくさん見てるもんですよ。電車が来た来た、あれに乗って2つお隣で特急に乗り換えです。土曜日の朝一番にね、観光しようというわけで、多分東京出てきた人たちなんでしょうね。朝の8時、真っ先に日光にご到着という感じですけど、こちらはね、もう朝の一番に日光の観光が全て終了してますんで、いやなんかちょっとあの一周回って勝ったなという感じがしますね。勝負するわけじゃないんですけど。お待たせいたしました、乗り換えをいたします。この駅で乗り換え特急になります。どこからともなく炭の香りが漂ってきます。いや、どこからともなくって、どこからか分かってんだ、分かりきってることですけどね。あのこの電車ね、もうちょっとすると毒らしいですから、まあ、こいつにいなくなってもらったらば、機関車の姿も見えるでしょう。急ぎの客に便利なのが JR 直通特急鬼怒川号でして、これ高いんですけどね、1時間ちょっと乗るだけで2000円ってどんだけ高いんだよって感じなんですけど、まあ、これはしょうがないことです。やってきた鴨列車、これもまた東武のスペーシアですが、これのおかげで川越へ向かうことができます。すごいな、ほとんど誰も乗ってないというか誰もいないな、この号車は。3両目にしてようやくお客さんの姿を確認するという状態でしたよ。一応売店もあるんですけど、やってるのは見たことがない。やってるらしいですけどね。お、親近感の湧くキャラクターがいますね。お待ちください。6両編成で1番前6号車です。前から6号車、5号車、4号車。本日は特急スペーシア鬼怒川をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は JR 線直通特急スペーシア鬼怒川2号新宿弓矢浦和池袋新宿です。全車両座席指定となっております。なお、個室をご利用の客東武と JR ってのは仲悪かったんですね。まあ、東武っていうよりも国鉄と、それから東武が仲が悪かったんですね。あの日光方面に行くのに上野から出る、急行で行くか、まあ、それとも浅草から出る東武の特急で行くかということでお客さんの取り合いをしていたんですが、そのうち日光自体のですね、観光客がなんかだんだんこう下がり気味になってきたという、これまずいぞと、そこでじゃあもうここはタッグを組んで、まずは日光という観光地の再生に手を尽くさなければと、まあ、それだけじゃありませんけどね、鬼怒川温泉なんかね、ちょっと昔よりも車両化が進んでいるなんて話がよくなされるところになってしまいましたけれど、そういうわけでして、じゃあまずは協力をしてお客さんを輸送する方向へ持っていこう、まあ、もはや JR なんてね、日光方面の輸送半分諦めてもおりましたし、これで今日の朝というか、まあ、昨日の夜か、浅草のアクセスがどうこうと言っていた問題も、かなり解消に近づいたというわけでした。そしてまた東武側の車両が特急スペーシアという非常に豪華な車両だったため、 JR の側もそれに合わせるべく新型の車両を改造したりとか、まあ、いろいろそういうことをやっていたのです。東武と JR が手を組んで一緒に特急を走らせたのが2005年のことだったと思いますが、今はね、もうそういう感じではなくなりましたね。日光が観光客が少ないっていうよりもむしろ多すぎて困るぐらいなんじゃないですかね。今日もなんか渋滞がどうこうとか言ってましたし、まあ、それ鉄道の利用客じゃないですけど、あとは外国人観光客、インバウンドの人たちもたくさんやってくるようになりまして、特急列車はどうですかね。混む時にはかなり混雑している、そんな列車に成長したように感じられますよ。
あんなところに踏切を渡った先にただ一つ神社がある。大事にされてるんですね。列車はもうじき大宮に到着します。大宮から川越線の臨時の快速列車に乗り換え、その川越線の列車もね、また鉄道マニアが喜ぶような列車なんですが、うちのチャンネルはスーツ B チャンネルですから、その列車については詳しく取り上げません。それはまたお散歩川越号、ぶらり川越号、そんな感じの名前なので、調べていただければ私の動画がまた出てくるように時期になると思われます。バブリー豪華仕様のスペーシアはですね、トイレが特急列車にしては珍しく2カ所、いや全部2カ所あるわけじゃなかった気がするけど、洗面台もちゃんとついています。そしてお風呂は入ってませんのでね、顔を洗いたいわけです。私は朝は風呂に入ることが多いんですけどね。顔がちょっとなんかベタベタするような気がしますんで洗ってみましょうね。でもハンカチがないな。こういうちょうどいいものがありますが、貨物列車が出るのと合わせてちょうど来ました。埼玉県の名所って言えば秩父とそれから川越、この2つじゃないですか。他にまあ多分いろいろね、有名なのは長瀞とかありますけれど、まあ、山の方の観光地、大宮とかはまた違うかな。鉄道博物館も観光地といえばそうかもしれませんが、まあとにかく観光地といえば有名なのは多分この小江戸、川越も挙げられると思います。結構川越ってね、街自体は不便なんですね。アクセス、川越の街までのアクセスはいいんですけど、こっから先はちょっと歩かなければいけません。本日はイベント川越祭りをやっておりまして、お囃子みたいなのも聞こえてきてね、大変よろしいんですが、もともとバスなどが時間がかかる上に、さらに本日はことさら、もうタクシーとか今日は使ったらダメですよねと、このねパンフレットをくれた観光案内の屋台じゃないけどおじさんに聞いたらば、もう今日はダメですね、そういう風に教えてくれまして、自分の足で頑張って観光しようと思います。もう何をやってんだかわかんないけど、何かやってるな。今日が川越祭りの日だということぐらいは私も知ってますけどね。家康と書いてあります。まあ、ここは別に幕府の直轄地ではなかったんですが、川越藩というのが置かれまして、そこに、ね、徳川家と大変ゆかりのある松平家とか、まあ、そういった人たちがたくさん、老中みたいなすごい格の高い家柄の人たちが、ここの藩主を務め、そして、まあ、なんていうのかな、蔵屋敷みたいなのがあってね、まあ、江戸の大阪みたいな感じですかね、そういう感じの場所としてずっとこの川越は活躍をしてきた町であり、あとは教育もすごい力が入れてたのかな。寺子屋みたいなのもいっぱいあったそうです。電車も来た来た、東武東上線だったようです。観光地区がそれがただ駅の周辺から遠いというだけで、別に街自体はそんなに不便ではありません。むしろこのように大変栄えている街です。街の印象としては成田に似てるかな。昔 NHK のドラマでやってたような光景を思い出しましたが、ちょっとやはり人が多すぎます。この先にもまだ出汁が出ていてね、見応えが大変ありますけれど、あんな高いところまで登って大したもんだなと思いますが、まあ、しかしちょっとこう道がいかんせん混みすぎております。迂回路、これはもう迂回するしかないかな。えらく進んできた気がするけど、まだちょっとしか来ていませんでした。こちらが西武の本川越駅で、他に川越市駅というのもあって、多分スピードを重視するんだったら川越市を使えばいいのかな。ちょっとね、いろんな本当駅がありすぎてわからないんですけどね、本川越、川越市、こっちにある川越駅が観光地からは一番遠い駅です。車道に出てくればさすがに歩きやすくなるものです。もう本日は全面通行止めになっているようでして、人々が自由にこのように歩くことができますから、むしろいつもよりもね、随分早く、これはこういうお祭りの時の方がメリットがあるなと思いました。 Google マップもね、なんか全部紫色になって交通規制が表示されてすごいことになってましたよ。でもよくこんなにたくさん屋台を出そうというお店も現れますよね。そこいら中屋台が出てますけど、こんなに需要あるんだろうか。でも人はいっぱい来てますからね。
最近気づいたんですけど、こういったものは大変風情があって素晴らしく看板たるべき存在なのですが、ただずっとこれを眺めているとやはり、まあ、正直言って飽きるものです。まあ、だからどうするかっていうと、あ、いいものがあるな、さすが風流ですねみたいなことを思いながら、すぐさまそれを尻目に過ぎ去るというのが、飽きずにこれを十分に満喫するいい方法だと思います。あ、でもあの木のなんか掘ったやつがすごいな、桃太郎ですよ。蔵の町で知られる川越ですが、昭和の町並みというのも同じ道に連続しておりまして、これなんかもね、外から見るとこのようなタイル張り、これ昭和何十年代の作りなのか分かりませんけど、古めかしいものです。そこの右前方にもまたカフェがありますが、左側にもうどんとお酒と書いてありますが、これもね、リニューアルはされていますが、昔ながらの作り、それをそのまま戦前の風情ですよね。なのか分かんないですけどね、第二売り場とかおもちゃのなんとかとか JCB のこれもまあ昭和的といえば昭和的ですよね。昭和のやつなのか分かんないんですけど、この右側のこのお家もまたこれなんだ、学生服、高級紳士服、テイラーと書いてあってね、これは今も営業しているお店のようですが、やってるんだろうな、多分そうなんだと思う。今日はお休みなだけなんだと思うんですけど、こういったものを意図的に保存して、まあ、今ではね、こんなアルファベットでテイラーなんて書いたら逆にダサいと思われてしまうんじゃないかという嫌いもありますけれど、まあ、こういったものを保存しているのがね、これもまた川越の魅力の一つかと思います。番地表記なんかもそのまんまですもんね。連雀町10番地というのかな。細かいところに目を向けるとね、特に川越って楽しいところだとはつくづく思います。最近この手の出し行事っていうのはユネスコの確か無形文化遺産になったというふうに記憶してますけど、まあだからって言って、ね、別にことさら無形文化遺産になったからといって何かが変わるわけではないんですが、そういうものに登録されるとやっぱり観光客は増えるようです。まあ、逆に言えば別に登録されていてもされていなくても素晴らしいものは素晴らしいと、そういうふうな考え方でいきたいと思います。明治時代の石造りの建物だと思いますけどね、こういうものもあります。ニューヨーク証券取引所がなんかちっちゃくなったみたいだな。あれってお面を取ったら中はおじさんだったとか、そういうパターンなんですかね。でもあれは女性がやってそうだな。投げキッスみたいなのしてるぞ。なんかこんな風にね、愛嬌のあるようなお囃子ですけど、見ていても飽きないものです。として知られるようなエリアはおおよそこの辺りです。この辺りが川越の観光の中心部といえます。まあ、意外と時間がかからず、歩いて40分ぐらいだったかな。まあ、これが時間かかったかかかったかかってないというのか分かりませんが、空がさっきよりも広く見えるような気がするかもしれませんが、それは電信柱がないからです。地面の下に埋め込んでしまっています。逆に言うと電柱がないところはもう観光地では、電柱があるところはもうここは観光地ではないですよみたいな、そういう目印になるような気もします。まあ、そこにも多分観光施設みたいなものはあるとは思いますけれど、あちらの方とそれから反対側のあちらのあたりまで電信柱が埋め込まれている様子がよくわかります。時の鐘のあたりまで行こうかと思いましたが、混雑が激しいようなので、まあ、今日は行かなくても別にいいんじゃないかと。だいたいこの賑わっている川越の街の雰囲気とお囃子を BGM にその街をめでるというのが、まあ、今日のやるべきことではないでしょうか。それは達成したように感じられます。こういうイベント時の鉄則だと思いますけどね、このイベント以外のことを楽しもうとは考えないことです。川越に来てそれでなんか芋を食べてなんとかして、時の鐘がどうこうみたいなのは、それはイベントのない時にまた計画されるとよろしくて、今日は川越祭りを楽しみに来たんだと、この街のお囃子を聞いてこの川越の街の賑わいを見に来ましたと、それぐらいを目標にしておいた方がいいと思います。これだけの混雑ではそういったものにまで手を伸ばしますと、たちまち行列に乗り込まれて結局いい思い出とはならないことがあり得るからです。インターネット、スマートフォンで人気、わけのわからないことが書いてあるけれど、だとするとちょっと食べてみたくなるもんですよね。気軽にお入りくださいと。じゃあ気軽に入ろう。なんか持ってていいよ。
様子を見てもね、あの力を一生懸命入れている人と入れていない人の差がはっきり現れていて、表情とかその人の姿勢とかから感じられて、これもまたアリの何割かは必ずサボり組が出るみたいなね、そういう話はありましたけれど、あれを思い出させてなかなか面白いものです。様も食べたらしい、まあ多分食べたのは確かに違いないんだろうけれど、その中華そばを食べまして、次なる目的地は茨城県石岡です。茨城県と埼玉県は一応隣り合う県ということですが、しかしもう鉄道の路線網が全て東京中心に組まれているせいで、東京も通って回っていた方が圧倒的に早いということになっています。シートの座席だからね、大して撮影なんてまともにできないわけですよね。まあ、別にあの撮影できないんですよね。てか、いや、やろうと思えばできるのかもしれないけど、ちょっとお客さんがいっぱいいるロングシートで写真は映像は撮りがたいものがあります。普通撮らないでしょ。